プラットホームグイスの森駅は、兵庫県川西市うぐいの森町にある、野瀬電鉄妙県線の駅。駅番号は、NS04? 複線化まで、稲川橋梁は、現在よりも、上流側に位置し、川の流れに対して、ほぼ直角に橋を渡していたので、線路はその手前で、急曲線を描いていた。当駅の開業前にはこの橋梁の手前に、野党駅が設置されていたが、 それまでより、車体の大きい50系電車を導入する際、ホームとの隙間が空いてしまい危険であることから廃止され、その代替として、当駅が開業した。開業当初は、島式の交換可能駅であった。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅。ホームは6両分の有効長があるが、現在は4両編成の列車しか停車しないため、改札口がある、山下駅寄りに停車する。 改札などは両ホームの北側に設置されている。山下駅方面行きホームは、ホームと改札口が同一平面上にあるものの、道路から改札口へは3段の階段がある。川西の瀬口駅方面行きホームは、改札からホームの間に8段の階段が設置されており、両、ホームとも、バリアフリー化は、 考慮されていないが、川西の瀬口駅方面行きホームへの階段にのみ二段式手すりが設置されている。改札内で両ホームの行き来ができないため、山下駅方面行き改札口の外側に男女別のトイレが設置されており、川西の瀬口駅方面行き改札口の外側に待合コーナーが設置されている。駅舎やホームの色は、うぐいすの森にちなみ、 うぐいす色に統一されている。乗り場番号は設定されていない。駅名は周辺にうぐいすの飛び交う森があったことに由来し、現在も春になるとうぐいすがその声を響かせる。現在では住宅開発が進み、市の管理地域を除くと最後に残った場所も2003年に開発された。森は駅から住宅街に登る坂道の間にわずかに面影を残すのみであるが、リス。 タヌキ、イタチなどが時折姿を見せる。1954年7月、駅前の稲川に、野瀬電気機器道が遊泳場を整備し、賑わいを見せたが、1959年に発生した伊勢湾台風により壊滅し廃止された。現在でも遊泳場の跡は確認できる。うぐいすの森駅を出て、うぐいすの森水道を抜けると、やがて、野瀬電鉄病原線は稲川を渡る。 この稲川橋梁から続く鈴見型滝水道の一部にかけ、わずかながら大阪府池田市を通過する。すぐ横を兵庫県道12号、川西篠の山線が並走している。阪急バスの路線も通っているが、この駅に接続するバス停は存在しない。ありがとうございます。